そうそう。結構さ、私だから、今回、ツアーっぽくしてないじゃん。なんか、本当に、しなくてよかったなっていうぐらい、結構いっぱいいっぱいで、もしこれで毎日ライブが入ってたら、多分きつかったのよ。詰まって無理やり運転してっていうのあるかもわからんそうしそうね。そうなのそうなの。だから、本当に最初練習でこうやって出てよかったなと思って勝手が分かってきたから、この感じって分かったら、ライブこういう風にコンスタントに入れればいいんだっていうのが多分分かるから、毎日はライブ絶対私にはできないから。しかもさ、やっぱ車が大きいから普通の車よりも時間かかるじゃん。そうそうそう。ちゃんと時間に余裕を持たないと結構めんどくさいことになっちゃうよね。そうなんだよ。快適に寝ればいいんでしょ？そうそう、車中泊自体はマジで快適で、超あったかいし、楽しいでしょ？楽しい。なん自由か、って似てる感じするでしょ、なんか。だんだんさ、すごい不思議な感覚なんだけど、そのスーパーとかもさ、何食わぬ顔でさ、地元民かのように買い物してるわけじゃん。なんか何なんだろう、私の生活とか思って。よその人なのに、そこの生活に溶け込んでる感じが。そんなことにしだしたら抜け出されへんからね。本当だよね。だって生きていけるもん、ずっとこのまま。内はもう、東京に高い家賃払ってなくてもええかもよね、いほんや、まに。本当本当。むしろ快適やで、こっちの方が。だから、もう別荘地みたいなぐらいの勢いもんな。いや、本当別荘地だよね。ね、ちょっ水ともしトイた。レも何もかもあって、温泉もあってみたいなところあうん。るからね。そうだね。いつでも逃げ込めるよね。すごい話だよ。そのうちあれやで、その次があってさ、今度はヨットだね。あー、ヨット行っちゃったらやばいよ。そうそう。ヨットは結構暮らしてる人いるからね。すごい、なんかやっぱりそれで暮らしながら、こう、転々と旅してる人たちもおって、いるんだよね。私で、もいき出な会ったりことある。港に現れるよそうね。そう。でも、お湯沸かしたりコーヒー飲んだりしてるんですよ、中で。してる。今もコーヒー入れたもん。もうパンツ一丁で人目を気にせずにできる場所があったりするからな、楽やな、気が。いや、全然あるよ。だって今日の車中泊場所とかも誰もいなかったよ。逆に怖いわと思っそうて。やね、前なんか変な大人の時あるからな。そうそう。また連絡しますわ。安全運転で楽しんでくださいね。本当、安全運転でね。そんな九州方面流れ見えてきたら、また連絡するいつもわ。とね、うね。んうん。はい、そんな具合です。はーい、ありがとうございます。じゃあねじゃあー。はねい。ー。はい。よっしゃ。友達と楽しい電話をしたから朝ごはんを作りまーす。このすでに切ってあるサラダとっても楽ですね。で、これ、岐阜の郡上特産のハム、まあ、高山でいただいたんですけど、これを今日のブレックファーストに使いたいと思います。まあ、ただ焼いてのせるだけなんだけどね。今いるところの近くにすごい素敵な図書館があるみたいなので、そこに行ってみようと思います。その名も雲の上の図書館っていうところなんですよ。なんかね、すごい建築はちょっと変わってて面白そうなんで行ってきます。で、そこでちょっと動画の編集やらをして、その後どうするか考えたいと思う。おいしい。このハム美味しいね。めっちゃ噛み応えある。で、私は毎日普通にお湯沸かせて、で、水筒にお茶入れて持ち歩いてます。
あんまり外で飲み物買わない。こういうのにお茶とか飲み物、これはねフルーツビネガー、これは家で作ったやつを持ってきてる。お酢だからたまに飲んで自分のバランス整えてます。でこれは適当にいろんなお茶を自分でお茶っ葉作って好きな時に好きなものを飲んでます。今日は何だろう、なんかスパイスティーかな。そういえば私車中泊で全く怖いって感じたことはないんだけど、昨日ちょっととあるものが盗まれてることに気がついて、あなんかちょっとやっぱ物騒だなって思ったことがありました。サイドオーニングってあるじゃないですか。で私はそのサイドオーニングの隙間になんかフックみたいなのをかけれるわけで、それを洗濯とか干したかったりとかなんかかけたい時にはそれを通してでフックかけてハンガーとかそういうのをかけたりするんだけど、ちょっとめんどくさかったからフックをかけるその金具みたいなのを取り付けたまんまにしてたんですよ。そしたらそれ盗まれてた。でなんか買うと地味に高いわけ、なんか6個で2000円とか安いのを探しても地味に高いから、あなんか盗まれたんだと思うし、オーニングを多少出さないとスッて抜けない仕様だから、えまさかこれちょっとガチャンって出したやついるのかなとか思ったりして、まあ知ってる人の犯行だと思うからちょっと怖いなと思った。だからなんか要注意やね、いちいちあれはしまった方がいい。しかしちっちゃいよねあんなのさ、買えよって感じ、私からしてみたら。今日の作業効率で松山に行くか決めよう。Hey!